おお。なんか日本語になってる、嬉しい。やっぱちょっとまだタイミングが分かんないからドキドキしちゃうよね。よし、行くで。ああ、キャンセル。そしたらプレイ方法を学ぶで、殺人鬼のチュートリアル。殺人鬼？怖。じゃあ、これ。殺人鬼のチュートリアルをプレイして、さらに報酬を獲得しましょう。ああ、なんか丸と×が難しい。これで×ね。殺人鬼の役割。殺人鬼は生存者一人を一人残らず、追跡して捕まえ処刑しなければなりません。このチュートリアルではエンティティを沈めるために必要となる基本を何にエンティティって。怖 発電機に向かえ。殺人鬼にはマップ上の全ての発電機が見えます。生存者が発電機を修理するのを。あ、なるほどね。そういうことね。日本語、生存者がスキルチェックに失敗すると音の発生地点を示す通知が表示されます。音の、ちょっとなんかさ、殺人鬼の方ってなるとちょっとさ、安心だよね。ちょっと動っ。これですか。発電機の破壊。部分的に修理された発電機、ダメージを与えて修理の進行を後退させることができます。R1 で破壊。おおおおおお。獲物を狩る。廃棄マグボのこれを利用して。あ、そうなんだ。オッケー。ちょっともう動き方忘れたけどね。わっ。あ、そういうことね。オッケー。なんか、生存者は窓の、殺人鬼も乗り越えと速度に劣ります。おお。生存者はパレットを倒して。あ、だからこの間倒したのか。トラッパーはトラバサミを設置して生存者を捕まえることができます。殺人鬼にはそれぞれ使い方を覚えて習得する固有の能力があります。え、ちょっと意味わかんない。ここに。あ、そういうことね。てか見られてると思うんだけど。攻撃ボタンをタップすると高速攻撃を実行します。同ボタンを長押しすると攻撃しながら素早く前進する。突進攻撃を実行します。ちょっともういっぱい言われてもわかんないの。そんなこと言われた。はい。何何？ どうやって攻撃するかわからん。あ、L2 でやるの？攻撃。ごめん、なんか酔うでしょう。ちょっと視界が難しいのよ、これ。怖っ。生存者が負傷すると血痕が残り、発生する音も大きくなります。どこ、見えないし、ちょっと、どこにいますか？いないよ。あ、いた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 。これさ、まず操作に慣れないとね。生存者を担ぎ上げてフックに吊るしてエンティティに捧げます。
そういうことね。これで。で、フックに、この間やられたことか。なんかさ、難しいよね、この、うわぁ。怖い怖い、声が。あ、そういうことなんだ。で、今、殺人鬼がフックに吊るされ、16メートル以内に留まると、自分自身はず力を得る可能性。を見つけ出してた。え？なんかこれ視界が、あ、この間のやつがこれでやっとつながる。ハッチを見つけ出して閉じろ。なんか逃げる方しかできないかも、ポリだって。なんかこの視界移動とかちょっと酔いそうだし、難しいもん。みんなもちょっと酔いそうでしょ？なんか食べられちゃったんだよね、さっきの人。上にあんな化け物いると思わなかったよ。でもなんか今回は殺人側だから殺人側だから、あの、殺人側だからあんまり怖くなかった。やっつける側だから。あ、これか。さ、ハッチ最後の生存。あ、この時間以内に。で、さっきのとこに挟まっていますから、それをどこ、どこだ、どこだ。ん？あ、いた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 。いた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 。いけ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 。ああ、いいぞいいぞ。で、これで、担ぐ。で、吊るすでしょ、次。吊るす。さっき化け物いなかったよね。吊るす。お、なんかスムーズだぞ。でもなんか辛いね。ああ、なんか現れた化け物が。なるほどね。でもなんか、完了か。そしたら、もうちょっとやってみよう。タフな厄介者のためのごつい作業着。ちょっとよくわかんないけど。ボットと生き残るっていうのやってみようか。やってみようか。殺人鬼の方は、ちょっと気楽にできたけど、多分難しいんだろうなと思う。だって一人なんでしょ、自分。お、よろしくな。みんなよろしく。なんかこの、なんかさ、冴えないサラリーマンみたいな人使いたくないんだけど、可愛い女の子使いたい。お、ああ。何するか忘れたんだけど。こんな。うわぁ！怖い！怖い！怖い！はい、ちょっと、怖い！どうすんだっけ？どうすんだっけ？何する？あ、ちょっと待って、何？あ、何するんだっけ？うん！ちょっと何するかわかん、あ、あ、はい、はい。
あ、刺された刺された。あ、もうダメだダメだ。あ、これはどうするんだっけ。逃げれた逃げれた。で、え、ちょっと待って、どうするか分かんなくなっちゃったんだもん。あ、そっか、任務を果たさないといけないよね。怖かった、びっくりした。誰か仲間の方はいませんか。ちょ、待って待って待って、なんかブクブクブクってなってる。誰か助けて、合流しましょう。え、こんな広いんだ。あ、なんかあった。あ、びっくりした。よかった、なんか仲間がいてくれてる。じゃあこれをどうすんだっけ。何押すんだっけ。頑張れ頑張れ。ジェイク・パーク？なんか吊るされてる？ジェイク・パークさんが？ああ吊るされてる。やばいやばい。助けに行かないと。行って行って、あなた。あなた行って。うん、そう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 。私、ここで直しますから。いや、戻ってこなくていいから、ジェイクのこと、助けに行きなさいってば、メグ。ああ怖い怖い怖い。ああ、うん、なあ、刺された。あ、こんな近くだったんだ。ああ、ちょっとどうしよう。え、ちょっともう無理無理なんだけど。ああ、ちょっと、え、もう食べられた。助けて助けて、どう、あ、直し、よし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 。で、よし、いいぞいいぞいいぞ。急に言われても困る。あー、刺された。ちょっと待って待って待って、誰か助けに聞いて。なんかみんなめっちゃさ叫んでるじゃん。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。これだとさ、実際やったらさ、仲間にめっちゃ迷惑かけるよね。あ、助けに来てくれたけど殺人鬼がまた来た。頑張れ仲間。ポモメグもみんな捕まってる。クローデット、モレルはどこにいんの。ああ、あ、これでひたすら練習しなさいってことか。ああ、処刑された。つらっ、辛いね。協力は全然してないんだね。なんかよくわかんないけど、ひたすら練習するっていうことだね。こんなたったさ、一回だけ生き残ったってチュートリアルって言ったってさ、無理でしょ。無理だから、またなんか練習しないといけないね。まだまだ実践は難しそうです。最後まで見てくれてどうもありがとう。なんかね、再生数、なんか変な話ね、再生数とかあんまり良くないんですけど、自分は楽しいからちょっとやっていきたいなと思ってるので、生放送とかでもやるかも。また遊びに来てね。ありがとうね。バイバーイ。